11月3日、MTV のライブイベント、MTV ブマージ2022のザライブが東京、武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナにて開催された。このイベントにアイドルグループ、大阪46が出演した。純白のステージ衣装をまとってステージに登場したメンバーたちは、オーバーチュアの余韻をかき消すように、大阪46に改名後初のシングル楽曲、Nobody's Fault からライブをスタート。純白のステージ衣装をまとい、キレのあるダンスで早くも魅了していく。会場に設けられたスクリーンに映し出されたセンター、森田光の決め顔に引き込まれる。続く、恋が絶滅する日、防衛 MC へ。11月8日、9日に行われる東京ドーム公演をもってグループを卒業するキャプテン、菅井優香が代表して挨拶。先日開催された、MTV ブマージ2022の受賞式でも MC を務めていた、今日は私たちを知ってくださってる方にも、初めて見たという方にも楽しんでもらえるよう、精一杯パフォーマンスしたいと思います。最後まで楽しんでいってください、と気合をにじませた。後半戦では、激しいフォーメーションダンスで見せる、BAN で、ステージから会場を席巻していく。オーディエンスが灯すサイリウムで会場は真っ赤に染まった。勢いそのままに、流れ玉をプレイ。センターを務める田村康乃の魅惑的な表情がパフォーマンスにスパイスを与える。最後の MC で菅井は、私たち桜坂46は欅坂46から改名して12月で2年が経ちます。昨日はグループオブザイヤーという賞をいただき、私たちみんなで喜びを分かち合いました。本当にありがとうございます、と笑顔を見せた。また、田村康乃は昨年出演した MTV ブマージ2021のザライブについて振り返りながら、当時はまだ無観客だったんですよ。バル、今回は有観客で皆さんの前でライブができて嬉しいです、としみじみ。続けて菅井は、ブマージの受賞式もそうでしたし、今日のライブでもせいで皆さんとこうして集まることで生まれる音楽のパワーをすごく実感しています。私たち精いっぱい活動して参りたいと思います、と語った。大阪46のライブを締めくくったのは、ファーストアルバム、As You の、に収録された楽曲、摩擦係数。激しいダンスナンバーをメンバー全員で踊り狂う、W センターを務める森田光と山崎天、草木は正式には、辰崎がそれぞれソロで見せるブレイクダンスを見せつけ、大阪46のステージは終了した。MTV ビデオミュージックアワーズジャパンは全米最大規模の音楽受賞式 MTV ビデオミュージックアワーズの日本版として2002年以来開催している音楽アワード。多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表するミュージックビデオの祭典、そして毎年賞の行方が注目されている。